Now, right? Hello, everybody! セバンキャットです。今回もですね、プラネットベースやっていこうと思います。このゲームですね、めっちゃ楽しんでやっていますからね、どんどん取りだめができていっちゃうわけですけど、まあ、続きをやっていきましょう。前回はですね、まあ、工場を作ってスペアパーツが作れるようになりました。まあ、これがないとですね、やっぱ、まあ、ここら辺のソーラーパネルとか壊れた時、まあ、修理できなくなっちゃうんでね。で、そろそろね、まあ、レーザーの方とかも作りたいんですけどね、アンチメテオレーザーと。まあ、でもそのためには、まあ、テレスコープが必要ですね。まあ、テレスコープを作ることによって、明日のお天気はサンドストームですみたいな感じで分かるようになるということですね。あと、ラジオアンテナもあるのか。これも欲しいのかな？大きいのとか小さいのとかあるのか。あと、そうだ、ラブも作んねえといけねえんだよな。あと、酸素の方もね、増やしとかねえとな。どうしようか、酸素は。一旦こっちにつなげとっか。そろそろ入居者増やしたいんで、酸素の方が足んないと、まあ、みんな窒息しちゃうんでね。で、このスモールオキシジェンジェネレーター、まあ、小さい酸素生産機は20人まで。で、あのでかいのは確か50人まで酸素が供給できたかな。だったはず。どこで？ああ、これか。ここの右下に書いてありますね。で、あれ、鉄と、プラスチックが必要なんで、ちょっと待たないといけないんですけど。まあ、すぐ、生産されるかな。食料の方も全然余裕あるな。今28個もあるや。生のやつが。プラスチックもどんどん運び出してもらわねえとな。鉄だな、やっぱ。で、パワーストレージか。困ったな。水がなくなっちゃ、水じゃねえや、電気がなくなっちゃったか。で、風力発電の方も役立たずになっちゃったからな。これはよくねえな。一晩ぐらいだったらまだ大丈夫だろう。よし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 。これで、太陽光発電が、電力発電してくれるはず。よくねえな。ちょっと一旦これキャンセルだ。キャンセル。これはそうだ、前回太陽光発電の作ろうと思ってたんだ。すっかり忘れたな。ちょっと酸素供給とかで人増やすことよりも電力の方を増やさねえとな。まあ、15コインでいっか。ちょっと足んねえものを、ここ一旦オフにして、電力、救急、間に合わせねえとダメだな。風力発電が機能してねえもんな。こりゃまずいな。さあ、ちょっとコントロールセンターの方もオフにしちゃおう。で、あとは鉄2つか。早くしてくんねえかな、ここ作んのも。バイプラスチックなんか作んなくていいよ。そうか、ミネラルの方が足んねえのか。ちょっとあそこのプラスチックの方の生産は止めて、鉄の方の生産を優先的にやんねえと。非常にまずい。
使わねえとこでどんどん電力オフにしてっていかねえとな。風力が減ってく、やめろ、止まんな止まんな止まんな、くっそ、またオフだよ、困ったね。こういう時に限ってねえ、風の方が全然ねえんだもん。嫌がらせかな。空気の方はまあ優先的に電力集中されるからまだマシか。よしよしよし、まあなんとかなんとかなんとか、よし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 、なんとか、まああのまだ誰も死んでないし、そこまでクリティカルはあの危ねえこと起きてね。ふう、危ねえ。ちょっと危ねえ、ちょっとあの風力発電のとこに当たりそうになったな今。これが一番電力作ってんのか。あと風力発電のやつももう一つ作んないとダメか。電力、そうだな、電力とにかく強化していかねえと。でこいつはミネラルか、ミネラル買うか。1個14個高っ、ならいいや。野菜の方とか結構メンテナンスしてくんねえとやばいな。修理の方もしてきてくれてんな。ただ鉄が圧倒的に足んねえな。まあこれワーカー増やすしかねえな。ただワーカー増やしちゃうと酸素が足んなくなっちゃうかな。ちょっとこの人数でやりくりするしかねえな。夜になったか。ちょっと省エネモード。省エネモード。足んねえな。風もなくなっちゃったしな。お、お、風の方がどんどん強くなってきたぞ。間に合うか。間に合わねえな。また低くなったり上がったり下がったり上がったり下がったりだな。ちくしょう。蓄電だなやっぱ。よし、これでまた朝になるから太陽光発電が電力供給、それでまた鉄が作られていくはず。よし、きついね。おお、やっと作ったか。でこれでまあ中くらいのやつだから、まあラージって書いてあるな。よし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 、これでどんどん電力が溜まっていくな。でこれも2つ作んねえとダメだな。ちょ、酸素なんか後回しだな。電力だな。電気がねえと人は生きていけねえんだ。で修理パーツも結構必要なんだよな。鉄とプラスチックで2個作ってくれるけど、それでもやっぱり鉄は使うってのが悩ましい。常時稼働状態にしたいんだけどな。ミネラルの生産が追いついてねえんだよな今。お、電力いっぱいになった。パワーコレクターもな、もう一つ作るか。
で、念のためここに着くとこう、あっちの方に落ちても大丈夫なようにね。フェールセーフの感じで作っていかねえと危ねえもんな。で、ここにエアロック作るべきかな。ちょっとあっちから迂回する羽目になっちゃってんだよな。まあ、それは後々でいいか。多分コンバーは持つはず。OK。いやー、やっとリカバリーできたな。ソーラーパネル1個できるだけでこんなに変わると思わなかったな、でも。あと、蓄電球でっけえのもう一つ作んねえと。やっぱりね、ああいう事故は怖えかんな。あと、浄水器も作んねえとな。で、そろそろ酸素ジェネレーターも作っとかねえとな。んー、カンティーン。ん?あと、マルチドームもう一個作って、でっけえの作っときてえな。あと、ラブとか作んねえとな、そろそろ。薬も今3つ作って使われちゃってんのか。ちょっと足んなくなってくるかもな、あとあと。しかし大事なのはとにかく鉄だな。鉄の吸給率上げるにはやっぱり単純にワーカー増やさないとダメなの今のところ。おーっと危ねえ。ちょっとあれがヒヤヒヤすんな。やっぱよし、鉄ができたら多分これで間に合うんじゃねえかな。でドームの方はまあ、このカメラでみんな寝てるところは見れるってわけだが、まあ、結構ちょっとすし詰め状態だよね。まあ贅沢は言ってられねえんだよと。ここに出口を作りたい。作るか。でこれは OK、 材料がた足るようになったね。でこいつはそう、バイオプラスチック集まっ溜まってっかな。枯れにしちゃうか。これで今37コインあんのか。ただアップグレードのその遺伝子交配した玉ねぎとかもっと高いかな。あれ買いてえけど。もうちょっと待たねえとな。でエンジニアが来ねえな。パワーコレクター作ってもらわねえといけねえんだが。サボってんじゃねえか。あ、来たか。お前はわざわざあっちから来たのか。なんでそういう遠回りしちゃうかな。で朝になったからこれで蓄電器が2つあるからね。まあ、さらに作りすぎた電気はこっちの方にも溜まり始めるようになるから、さらに安心と。安心安全猫カフェへようこそ。よし、これででもここに出れるようになるから酸素吸給器の方も作ってもいいかもな。あっちの方にちょっと拡張してきていいかな。こっちの方にちょっと伸ばすか。で食料の方は全然余裕あるし。
サンドストームが起こったか。みんな、イエローアラート。さ、急いでみんな元に戻るんだ、中に。で、サンドストーム起きてるときはね、太陽光発電の方が、働かなくなっちゃうんですけど、ウィンドタービンが 100% の空洞率で動くんで、まあ、それでも減ってっちゃいますけどね。まあ、みんな中で働くと。あと、風力発電機をもう一つ作るべきなのかな。ちょうど夜になった瞬間に終わるんだもんな。嫌がらせだよな、完全に。たここシャットダウンして、節電モードにしねえとな、また。節電、節電。つかないところはどんどん消しちゃいましょう。消しちゃいましょう。まあ、また噛んだな。さて、これで朝までは持つとは思うけど、ちょっと怖えな。あ、持つな、これは。おそらく持つはず。早く朝来ねえかな。来た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 、オッケーオッケー。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。これででも、あと鉄ができれば酸素の方が吸収されるようになるから、さらに多くの鉄が作られるようになるはず。あれだな、前の方ももう一つ増やしてもいいのかな。一応3人までが最大だっけな、あそこ。鉄の方を優先的に作っていきたいな。バイオプラスチックなんか結構作るのも楽だからな。あー、でもここのストレージがもういっぱいだな。あ、もう一つ倉庫作るべきかな。で、それこそもう大容量のやつに作っていきたいけど。ただ、バーカーとかもっと人を呼んでしまえば、食料それだけ消費されるから、多分ちょっとこっちの方も開くとは思うんだよな。さて、どうしようかな。あ、やっと酸素のあれが作られ始めたな。じゃあコロニストでワーカーの方を 100% にしよう。で、5、6人呼びてえな。あとこっちの方には拡張してしまわねえとな。で、第2の鉄生産所みたいな感じで作ってもいいかもしんねえけどな。あとカンティーンの方も増やさねえとな。このミルメーカーと椅子を。ちょっとミルメーカーもっと2つもっと作っちまえ。食料入れて調理されるまでまた時間かかるかな、なんやかんやで。よしよしよし。で、食料がどんどん運び始められたと。よし、コロニスト来たね。何人来たかな ?2 人か。で、早速働き始めてもらおうと。ね、これで21人になったら20人超えだ。やったぜ。これでさらに効率良くなっていくでしょう。水の方は大丈夫かな?なんとか足りてるって感じだな。念のためもうちょっと増設しといた方がいいかもな。やっぱり水がねえと
育つもんも育たなくなっちゃうからね。ただもう一回来てくれると嬉しいんだけどな。あ、で、怪我人できちゃったか。あら、人が増えたからな、ベッドももうちょっと作るか。で、今、ドクター2人だっけな？ドクター1人か。ちょっとドクターの方も増やしとかねえとな。よし、ワーカー3人。これだけいればもう大丈夫でしょう。よし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 。まあいい感じに増えてきましたね、また人が。で、これで鉄の生産とかももっと飛躍的に伸びてくれると嬉しいんですけどね。ということで、じゃあ一旦今回はここで区切りましょう。ご視聴いただきありがとうございました。まあこういうのもっと見たかったようですね。まあチャンネル登録していただけるとまたいいのかなと思います。で、なんか仕様が変わったらしいんでね。まあ、ベルの方も押していただけると、なおさらいいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。